ピーター、このエディって主人公どう思う？そうですね、なんかね、自分にすごく感じが似ていてね、意外ともうその自分の生活に、性格も意外と似てるような感じで。性格が似てる？この主人公に共感持てる？ええ、すごくその生き方にね、まだ、なんと映画にということが初めてだから、まず興味本位ということと、ゲイボーイをもうすごくなんか綺麗に描いてくれるということで。やっぱり自分がこういうね、女の子になってみたいって、やっぱり好きだから。こういうことっていうのは、なんかゲイボーイとして生きてるってことが一番幸せなわけですか？今のところはそうです。この呪われた人間の運命、しかも残酷の中に笑いまで込めた本当の異色作品でしたね。 どれ、どうぞ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 、